くん、ロボットアイム、ビー玉、もんちゃん、こんばんざい。でも眠いからちょっとだけ。お目目開いてない。もう開かない。もう閉じた。今も隠れてる。もう隠れてる。寝れないんですけど助けてください。あ、大丈夫。笹川の声聞いたらみんな全人類眠くなるっていう噂だから、ね、さくらちゃんおはようございます。元気じゃんや。さださーん、へい。目がほぼ開いてない。さささん、高尾さん、4日目もお疲れ様、ありがとうございます。ありゃりゃー、ありゃりゃ、こんばん。隣のド M さん、ド M さん寝てないです。今マイク表を作り終わったところ。星空さんは、お疲れ様だね。今から配信会、そうだよー。わじまるたー、こんばんざい。明日は名古屋レニーとオースラッドホールさんでライブです。名古屋組、名古屋最終日、明日的な今日だ。もうさっさっさ、ふくふく、こんばんは。ゆきな、こんにちは。起きたら配信通知来た。配信始めた。マイク表、あ、そう、ミオがね、そう。え、気持ち、こんばんざい。ラプタ、挨拶できたので、いつでも寝ますわ。挨拶が締めだった。おやすみね、ラプタ。もう、たほんじゃ、ゲラゲラ姉妹は、全然まだ寝て、さっきまで、向こうのお家、お部屋にお邪魔してたんだけど、ね、全然寝てないよ、みんな。向こうのお部屋も。さっき向こうの部屋行ったら、アイリーがなんか一回溶けたバニラアイス、すごい食べづらいやつくれて、あとなんかいろんなね、めいちゃんの誕生日、全然誕生日じゃないんだけど、誕生日ドキリで買ったお菓子をいただいた。さくらちゃん、ほら、ありがとうございました。いやいや。高尾さん、携帯顔面落下注意しない大丈夫。今ね、手離してもね、枕にボフンってなるだけだからあるよね、よく。タラマル、え、気持ち、素敵な寝癖ね。素敵な寝癖ついてくれるかな。ちょっとグー、いや、頑張って。あ、縦画面から横画面になってた。ちょっと横まで読んだ私。もう一回寝ます。マガタマさん、こんばんは。こんばんは、どうも。片目しか開いてない今。よしき、おやすみ。うん、平日なのにね、なんででしょう。万歳ジャパンだから。めいさん、5月も7月も誕生日だ。1年に2回年齢重ねる。今いくつになったのかな。じゃあ、んうち今なんて言った。1ヶ月、1年に2回、1年に2回ちょっとなんか意味不明な発言してたらごめん。ちょっと脳が回ってない。いや、寝てないよ。今配信してるよ、こう見せかけて。実はね、お化けだ。うわ、剥ぎ取られた。襲われる。みんなさっちゃんが寝てたら起こしてね。怖いよ、お化けだ。襲われるとこやった。
さささのお写真もありがとう、頼んでくれてた。よちこんばんざーい。ソファーの後ろに、ソファーの後ろにもうね、もうあたまに手画面が横画面になっちゃう。もうこうやってスッて最大限まで薄くなって入ってた。はあ、パパは勝手やって言ってくれました。かなこちゃんこんばんは、こんばんは。布団から失礼します。5月は目だ。あ、そういうこと。じゃあ順だったら6月も祝ってもらえる。さすがマーチだ。じゃあ闇夜がささんと寝れて喜んでたよ。そう面白かった。顔パック、そう顔パックしたジュリちゃん。頭が回ってないのね。目回るかも、目も回るかもしれない。ソサかわいいです、ありがとう。おやすみも。あもうみんなこの時間お眠でしょ。みんな眠くないの？みんな眠くない？そうでもないのかな。やべやべ、うとうとしちゃう。みんな元気なのこの時間。佐川さんはもう今日ちょっとライブたくさん踊ったから、踊って汗かいたからね、眠たいよ。お、なんか一気に公式ルームと47時間ルームの配信が始まった。ジュリアちゃんもメイちゃんも優しいよ。たかし、たかしこんばんは。もう眉毛から上しか映ってない。ジュリアさん、あ、パックとかけましてドライヤーをかけ始めました。わ、なんか映った。パックとかけまして、何がいいかな、何がいいかな。ジュリアじゃないのに答えようとする。え、すごいよね。え、全然思いつかない。パック、パックでしょ。全然思いつかない。するする。パックとかけまして、パックとかけまして、すごいドライヤーの音するね。あ、メルだ。星投げいっぱいありがとうございました。レインボースターン投げたらなんかすごいすごい上行った。すげえ貢献ユーザーになっちゃった。笹川笹頑張れー。たかちゃん寝て起きたんであんまり眠くはないです。あ、た
かし年中ねみ、うん、わいも年中ねみ、こんばんは。寝ようとしたらさっさんが配信しちゃったな、寝かさないぜ。うん、ツイキャスさん、ツイキャスさん少し眠いです。眠いよねこの時間はね。それはそう。カマスこんばんざい、やっちゃんいかこんばんざい。この時間帯にね、珍しい。あ、あゆちゃんとリマさんどっちも配信し始めた。これ何ですか？それピカチュウです。ピカチュウ、ピカチュウって言われたらピカチュウに見えるでしょ。曲がったまさん、毎日アイドル間に合いました。自分でお化けって言ってた、言ったもののワイも何も出てこないです。わかったよ。パックとかけまして、とシールと解きます。その心はどちらも取るとツルツルでしょう。ん？シールの、あのシールの剥がされた側、貼る方じゃなくてどちらも取るとツルツル、ツルツル。あんまりうまくないパックとかけまして、頭を強打した時と解きます。どちらも浸透、あ、脳浸透とかの浸透、脳浸透。ひろゆきささ生きとるよ、生きてる生きてる、ツインテール、メール、ピカチュウ、ささちです。キリチパック、かけるの難しいな。本当にすぐかけられる人はすごいと思う。ネズッチすごいね。そう考えるとネズッチがいかにすごい人だったのか分かる。頭の回転が速い。ネズッチはすごい人だった。あ、全然関係ない話、全然関係ない話だけど突然思い出した。今日この花咲く愛媛新しいポジションだった、それだけ。もう寝ます、おやすみなさい。まがたまさんおやすみなさい、良い夢を。いや、ささがの方が早く寝そう。もう半目になっちゃう。いもちです、かわいいいもち、いも焼きいもちです。いもちかわいいね。だんだん半目になってちゃう。ブサイクだブスだ。うん、ささの写真見たことあります？どの写真？あ、横になっちゃった、寝ちゃった。新潟楽しみ、新潟楽しみ、めっちゃ新潟マンマン早くしたい。新潟では、もうはよう、はよう新潟マンマンさせてくれ。あ、6月の26日土曜日、新潟でワンマンライブです。新潟県上越市高田世界観、やばい、たまに自分で自分何言ってるかちょっとよく分かってない、頭回ってなくて、なんかもし変なこと言ってたらごめん。
とうとした。今寝かけてた。数秒寝かけてた。15分経過したから終わろうかなと。今日はやばい眠気が。今数秒寝てたわ、携帯持ちながら。お目目覚めた。なかなかこんな眠い状態で配信するの珍しい。あ、焼き餅5月23長野イベントも参加予定だよ。参加予定。でもあれなんかまだ詳細あれなんだよね。告知解禁されてんのかな。あれお姉ちゃん、ゆう、よう、うささ、よう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 、妖怪。もう百妖怪さんのステージ見てから、もうなんか、曲が頭から離れない。よう、よう、よう、妖怪。ラップジャパンの CD もお姉ちゃんの部屋にある。ジャパン元気出していこう。タラタラさんおやすみ、おやすみ。じゃあ寝ましょうかね、みんなね。寝ましょうね。みんなちゃんと寝るんだよ。おやすみなさい。この時間起きてる人はすごいな。普段どんな生活リズムを送ってんのかな。やべやべやべ。今うちなんか言ってた？おつさささんでした。おやすみなさい。今なんかうち変なこと言ったっけ。なんか言ってたような気がするけど、でもよくわかんない。特に言ってなかった。おつささんさんありがとうございます。私もまた寝ます。いい夢見です。いい夢見て。いい夢。あーありがとうございました。バイバイ。ありがとう。おやすみ。ごめんね、夜中の配信で。